どうもこんにちは、こんばんは、レイです。今日ね、前回の動画の続きという形になりまして、婚活女性たちの本音がちょっといくつか聞けましたんで、何を話したかというところでね、詳しいもうちょっと内容を突っ込んだ話をね、していきたいと思っています。でどちらかというとその46歳の女性より41歳の、女性の方が婚活に対して、危機感を持ちながら、やっていると活動しているというところです。それは何かというと、まあ、このまま誰も相手が見つからなかったら、孤独死で朽ち果ててしまうとかね、で女性の3兄弟の末っ子なんだけど、長女、次女全員独身という方で、できれば俺に紹介してもらいたいなというところがあるんですけど、だからそういう身内でも友達同士でも、まだ周りの友達も婚活している女性がいるんで、希望の、ね、女性がいるんで、だからね、そういう老後の話とか現実的な話、若ければ若い人は向こうがいいってくれればいいって言ってくれれば付き合うんだけど、自分から望むことはしないと、自分の市場価値っていうのはそんなないっていうふうに自分でも言っていましたんで、だからその辺は非常によく理解されているっていうね、女性で謙虚なところもある。ただ分かんないよ、襟好みしてそうだっていうところもあるんで、それはお互い様だからね、いいんだけど、いいんだよ別にいいんだけど、でどちらかというとその人生設計というか、で若い人の方が、41歳の方が家持ってる方がいいと。今時やっぱりその同じ世代で家が持ってない人は、どうなのと。やっぱりローン借りれる借りれないっていうのがある。信用借りれるから信用がある、ギャンブルやってない、携帯家賃滞納してないっていうね、そういうリスク回避の部分もあって判断材料にしてるようですね。だから自分がちょっとね家買ったんだみたいな話をしてたら、なんかちょっと目を見開いて会話してきましたけど、いいですねみたいな形で、住宅ローンはね背負ってても構わないんだって。それはね、自分と2人で、要はその女性とその一緒になる人とで払っていければ、問題ない、で繰り上げ返済っていうのもできるんでみたいな話はなんかしてたんで、非常に婚活に関しては前向きにやっている方で、どちらかというとその46歳の方がもうある程度ね仕事持っちゃってるから、もう自分でね一人でも生活できるわよっていう感じになってるんで、焦りがない、全く焦りがない、もう見つからなかったらしょうがないっていう形になってたんで、それはね俺も共通してるところがあり、でなんかお互いに婚活パーティー行ってますかみたいなね、禁断の質問が出たわけよ、だそれはお互い答えないよね。だからみんな全員してませんみたいなね、ほとんど行ってませんみたいなね。で今回たまたま行って、ここがカップリングになったとね、46歳の女性と俺がカップリングになったよみたいな話で、でまたねそのね41歳の方が話がね上手くて、でじゃあここが縁がなかったら何もなかったんですよねみたいな話で、もう話まとめるのがうまいって、場を盛り上げるのがうまい、だから非常にね賢いね、女性ですよ。だからこのね裏がわからない、逆に言えばもうね、だから襟好みしててもね、もう襟好みしてないオーラをね結構出すんですよ。で話もね、あそうなのかなってね意外と本当に信じてしまうっていうねところがあって、だからね、こっちはだから冷静にまた見て、そのもう一回4人で出かけませんかメールをして、反応を見てダメだったらもう一切関わらないという形にしようかなというふうに思ってますね。でね、いろいろとやっぱりその年齢も過去の動画とかでも女性は若い人求めてるよとは言ってたんですが、その方たちは別に上でもある程度は構わない。ただ41歳の方は51歳以上はダメと、50まではギリギリセーフっていうことはなんか言ってましたね。やはり残りのね社会人年数が少なくなってくるんで、だからちょっとごめんなさいみたいなね、年いってる
方はごめんなさいっていうことは言ってましたね。あとはね、あのお約束のディズニー大好きみたいな、ね、形で46歳の女性はそういうことは言ってないんだけども、すげえな、雨激しいなお前、なんだよお前これよ。ほんでまあじゃあどうなのっていうところで、まあなんつうのかな、本当のなんだろう、女性の本音みたいなのね、逆に男の本音も聞きたいみたいなね、男は顔で選んでるんでしょ、若い人がいいんでしょみたいなねことをねちょっとね言われましたね。まあ確かにそれはね若い人はいいんだけど、こっちもね需要がないものは追ってもしょうがないんで、だからある程度ね包み隠して話してはね、だよね、もう交差点滑ったぜ今さっきスリップしたぜ今、うん、あのスリップ防止の機能が今働いたぞこの雨で、うん、まあねだから どうなんだろうね、うん、非常にね友達としては面白いかなっていうね人なんだけれども、そうだな、難しいな多分なこれ、うん、まあとりあえず、流れを見てね、でもねなんか非常にね本音トークみたいのも聞けたりして、有意義なね時間には なったんで、なんだろう、やっぱりね男はね最低でも正社員じゃないとダメっていうことは言ってましたね。であとなんだろうね、顔は特にっていうところで、まあねそれも分かんないからね、結果的にはどっかで見た目ではね判断しちゃうんだろうけどね、まあしょうがないよね、人間だって情報量が目と鼻と口しかないわけだから、まあとりあえずねちょっとまあ、かませのメールを入れてみて、それで引っかかるか、スルーされるか、っていうところで今後はどうなっていくかなっていうところを見極めたいと思っております。それでは皆さんごきげんよう。じゃあね。